なんで俺がこいつらの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというのに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。それは、やってみなくてはわかるまい。減らず口よ。減らず口かどうか、安い挑発だ。だが、いいだろう。あえて乗ってやる。やつめ、ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ？先ほどまでのあやつは、ヒルコという傀儡をまとっていた仮初めの姿に過ぎぬ。じゃ、それを脱ぎ捨てたってことは。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろ。なあ、千代婆様よ。これが本当のサソリ？さあ、地獄を見せてやる。なんて奴か。この状況、私なんかじゃ。でも、私は。3年前、ナルトと約束したんだ。今度は、2人で一緒に行って。だから、私は、こんなところで、こんなところで。負けるわけにはいかない。さくら、接近戦は私に任せてください。千代婆様はフォローをお願いします。何を言っておる。お前では。すみません、でも引きたくないんです。私には約束があるし、それに綱出師匠から受け継いだ負けん気が嫌というほど仕込んでありますから。こやつ。負けん気だかなんだか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。へへ、さすがは綱出姫の弟子。いいじゃろ。さくら、フォローはわしに任せておけ。師匠から譲り受けたもの、今ここで試す。まずは落ち着いて相手の動きを見極めるのじゃ。相手がどんなに強者でも、付け入る隙は必ずある。はい、千代婆様。我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度まで風影に手をかけようとは。三度？ガーラの父、四代目風影を殺したのはオロチマルじゃった。が、
これを手引きしたのはこやつじゃ。おいおい、四代目っつうのは知らないぜ。確かに暁ではオロチマルと組んでいろいろやったが。オロチマルのことを知ってる。任務開始。ぶっ飛べ！ハッコー！あんたに飛べ！私が捕まえる。抵抗されようと、どんな手を使われても絶対にオロチマルのことを吐かせてやる。そいつは楽しみだ。打つと思うて侮るではないぞ。生身の人体から作った一区物を生前のチャクラを宿しておる。つまり生前のそのものの術を扱うことができるのじゃ。大丈夫です。私には師匠譲りの魔剣気が目安にほど仕込んでありますから。三代目風影をばらされるとはな。仕方がない。あれを使うか。あれは本当に久方ぶりだ。自分を使うのはな。せっかくだ。お前らはじわじわとなぶり倒してやる。待て、逃げるな。おかしい、方向感覚が。どうやら何かからくりがあるようじゃの。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。よし、方向感覚が元に戻った。よくやったサクラ。さ、サソリを追い詰めようぞ。赤ひげ百鬼の総援。まずはこいつらの相手をしてもらおうか。オオカショウ！サソリ、出てきなさい！隠れてるなんて卑怯よ！オオカショウ！Thank you.
キよ、出てこい。こんなお前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。この風きつい。まさか百鬼を出してくるとはな。は禁物じゃぞ。結構やるじゃない。それじゃあこいつはご褒美だ。サソリめ、不屈を増やしおった。サクラ、気を引き締めよう。はい、千代バスマン。ここまでたどり着くとはな。大した小娘だ。さあ、吐いてもらうわよ。オロチマルについて洗いざらす。聞いたところで、ここから生きて戻れると思っているのか。できる。私
私はこんなところに負けるわけにもいかない。その狙い、奴さえ倒せば他の拳のしまいじゃ。任務達成。見事としか言えねえな、この俺を。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだがな。答えて、あいつはどこに。さくら、ようやく聞いてきたか。これは、お前、毒を。強烈な毒だ。もうそいつは助からないぜ。我慢しろ。すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと。そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわせていた。お前のために編み出した術。この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、さくら。まあいい。くだらないついでに、そこのガキに無駄なことを教えてやる。お前は、オロチマルのことを知りたがっていたな。だったら、草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に、俺のスパイがいる。そこで、そいつと、落ち合うことになってる。
あとはお前ら次第。転生忍術か。くだらねえな、何もかも。本当に。くだらねえ。やりましたね、千代婆様。サソリー。